どうもベタです。パーサーからやっていきたいと思います。はい、本日はベタの考える思考のパサー作っていきたいと思います。デッキの方はムックン、スズメ、渡来、ベッカムで、ミスズ、オートちゃんでいきたいと思います。はい。で、まあパサーということで、まあ、ナンバーテンつけたい。で、ナンバーテンといえばやっぱり走り回るサイドハーフではなくトップ下かなと思いましたので、トップ下で、クロスマシーンはトップ下ですのでつけずに行って、その代わり殿下の宝刀をつけていこうかなと思っております。はい、この6体でいきましょう。そしてアイテムの方はパードリと招き猫持ち込んでおります。招き猫50何個あったはずが、もう11個2個、それぐらいになってます。そろそろ成功してほしい、本当にお願いします。はい。で、まずは評価げよう。スズメちゃん、スズメちゃん唯一ね、こんなにやってて、スズメちゃんは本当に裏切らない。まだ一回も七夕に間に合わなかったことがない。まあそれまでに金徳で失敗することはあったんですけど、何回も。なので確かにありがたいっていうフラグを立てておきます。毎回これ言ってる気がする。でも毎回来てくれるから助かる。なのでスズメは何も心配してません。来てくれます。で、スズメちゃんの評価上げておきたいけどいないんで、コーチでも行っておこうかな。はい。で、先ほども話しましたが、招きとドリンクはもうほとんどないです。で、この前のサクチャレの時みたいに、招き3個、ドリンク5個みたいな感じで、ガチャ1回引くとそれだけもらえるようなガチャ出てくれれば、自分かなり回したいと思ってるぐらい今、枯渇しております。うん、天の声が聞いててくれればワンチャン実装してくれないかな。まあ無理だと思いますが、はい。ではコミットやっていきまーす。ここからは普通にやっていきましょう。で、コチビ1回でコーチ3回。さあお願いします。コーチ練習後イベント来てください。ナイスです。はい、ベッカム。んー、ムックンが早い。いつもにまして早い。ムックン、クラツキ、この二人が結構失敗するんですよね。あ、スズメちゃんまだだ。スズメ行きまーす。はい、OK ですね。スズメ OK だよね。OK ですね。うん、クラツキと本当に成功してね、ムックン。この二人だけは成功してくれればもうほとんど完成なんで。ではこれ、コーチ遊びに行きましょう。はい、オートちゃん。ああ、そうだ、君も結構失敗するんだね。さあ、夜当たりチャンスお願いします。残念でした。もう夜当たり消えました。練習後イベント、ナイス。で、ワンチャン夜当たりチャンス、これは渡来がいれば絶対失敗しないんで踏むようにしてください。はい、失敗です。ああ、失敗とかは夜当たりはなしですね、残念ながら。で、これはコーチ行きましょう。練習後イベント来てください。おっと、来ない。残念です。で、敏捷筋力が足らないのと、筋力が特に足らないのか。はい。フィジカル行きます。練習後イベント。ナイス。で、そろそろコツが来てほしいんだよな。コツ。で、どうしよっか。回復してスピード踏んどきます。はい。はい、体力回復ありがとうございます。はい、さすがですね、予想通り来てくれよ。さすがです。コツが来なかったんでこれは失敗しましたが、まあ次につながるようコーチ踏んできます。練習後イベント来てください。残念。705で、これは限定ルート行ってキラーパス、そしてシルキーパスもらっておきましょう。はい、残念です。で、ディフェンス、テクニック30ですね。テクニックは30いきたい。経験点は700、800。で、練習は7、8回。で、休まない。デートはする。はい、これでいきます。あ、ディフェンスも1回踏もう。はい。まずはコーチをしっかりと踏んでいきたい。そしてインターンは渡来が来てほしい。渡来で成功するとテクニックの、なんだっけ。練習レベルが上がるんでね。残念ながら来なかったけど、まあそれはしょうがない。
で、コーチ、練習後イベント来てください。ナイスです。いいよ。ベッカムはバンバン進んでください。うん、はい、体力消費痛い。で、これは渡れに行こうかな。で、テクニック振っときます。もうちょっとでも成功率を上げたいんでね。で、渡来の遊び行きまーす。はい、いいですね。で、オートちゃん練習に誘導する。これは上を選択しても一応進む可能性はあります。ですが失敗判定あるんで、自分は基本真ん中で確実に行っております。で、これはデートしよう。で、精神もらっておきます。精神ヤギで買い替えたら精神54かな。スズメなんか使わないのに覚えちゃいましたね。はい、体力消費しないで。あー、するか。痛いな。でムックンか。あと練習こんなに踏まないといけないんやろ。オフェンスやろ。いいや、デート行きます。で、筋力もらっておきましょう。はい、いいですね。で、ムックン技術回復。馬じゃないな、馬じゃないね。では、コーチ行きます。練習後イベント来てください。残念。辛いな。はい、ムックン成功して、ナイス、ありがとうございます。ここまではまあ。で、これどっち行く？回復してテク行こう。テクにしてきます。はい、テク。で、テクニック上げていきましょう。テクニック振りまーす。あとはディフェンスに行かないといけないのと、練習を1回しか休めない。休めないというか、練習以外を1回しかいけない。では、ベッカム行っておきましょう。バックスピン潰しないっけ、まだ。ワンタッチ、いいでしょう。で、これはカレーさんもらっておきまーす。で、スズメちゃん。かけそばはどう？はい。どうしよっか。あげときます。で、デートしよう。で、これは、体力回復しておきまーす。筋力ミッション欲しいんですけどね。もういいです、体力回復で。で、コーチいてください。で、お、いいね。コーチの評価上がる。助かりまーす。シングルか。チームプレイくれないかな、チームプレイ。カウンターか。成功して！ナイスー、ありがとうございます。よかったよかった。ちょうどいい時に回復もあるし。あとは、ムツキと、クラツキ。まあ、さすがに渡来は成功してくれると思ってるんで。はい。ムックン成功して、お願い！ナイス！来た！やっとです。やっと終われるかな？で、これ、怪我したくない。怪我したら練習アウトなんだよな。まあ、いいや。踏むね。踏むしかないね。やっぱ、バックスピン潰してましたね。では、ワンタッチ潰して、ムックンいきまーす。何にくれる？展開力。まあいいか。展開力これで5ですね。はい。残念。やる気が下がる。精神もらおう。で、いいね。メンタルにいる。助かります。で、あと何が足らない？練習1回。OK。練習行って終わりましょう。ちょっとコーチ低いですね。コーチをしっかりと上げていきたい。で、精神ちょっと稼ぎすぎてる感がある。1970。はい。クラツキ、成功してください。お願いします。あと渡来。あとは実績か。実績は、ちょっとコーチ評価低いけど、まあ悪くないレベルには来てるんで。
っかりとコーチを追っていきたい。3股じゃないんで、コーチは追えるはず。スピード20、スタミナ30ですね。で、技術はここで結構稼ぎます。ここで稼いじゃいます。500、600、600ぐらい稼ごう。600も稼げるか？怪しいな。早期検定はいけるはず。はい、いけるか。行こう。休まない。コーチ3回。コーチ前4回。はい、これでいい。3790。こんなにいらないな。こんなにいらないな。はい、これでいきます。いけるか？莫大に稼いでいきます。はい、また来。で、テクニックしっかりともらっていきましょう。練習レベルね。で、これは強星以外でお願いします。ナイスです。ありがとうございます。で、コーチ。練習後イベント来てください。あ、やべ、展開力以外見てなかった。まあ、いっか。今のちょっと助かりましたね。で、展開力。トラップかパス3個ずつだな。コーチ、練習後イベント来てください。どっち行こう？パス行こうか。パスあと2取ります。はい、スズメちゃん。いいですね。で、コーチ、コーチ、コーチ。練習後イベント来てください。パス欲しい。来ない。成功してね。君、成功してね。テクニック振っとく？で、渡来も走り出した。褒めとこう。はい。テクニック振っときます。もう失敗したくない。で、メンタルいきます。うん。あ、やべ、精神が溢れる。ダメだよ。ね、これは、感心する。はい。スタミナ振っときまーす。はい。で、あとはスピード？スピードだっけ？スピード20。まあテクニックいっとこうか。はい。コーチング別にいらない。はい。筋力性、臨床。成功して、お願い！これは成功するっしょ！ナイス。あとはクラつきだけだ。不確定はね。で、コーチ行こうか。コーチ行く。スピード20で、コーチ行く。はい、テクニックもう A にしちゃいます。これでさすがに失敗しないでしょう。はい、コーチ、パスください。パスパスー。はい、いいです。で、精神く、あー、どっちでもいいや。精神か。ここ行きたいけど、まあメンタルですね。普通にメンタルでしょう。いや、ちょっと待てよ。そろそろデート行かないとまずいんだけどな。で、技術がまだ足らないんで、技術を稼ぎたい。技術を稼ぎたい。でもコーチもあと1回行かないといけないんで、遊んでコーチ踏んどきます。はい。で、ちょっと技術が欲しい。ナイス。まあ、展開力もうマックスなんで、もらえなかったけど。まあいいです。はい。テクニックの練習レベル上がりまーす。で、もう振るものはないし、あと111か。これは、デート行きます。スズメ。はい。4回目。成功してね。はい、ありがとうございまーす。失敗したら精神しかもらえないんですよね。はい。で、成功して、さすがにもう成功して、両方やろう！ナンバー10！ナイス。あと1回。判定はあと1回です。お願いします。で、これはダブルタック踏んで、技術稼いでおきましょう。これで技術されたね。はい。もう怖いよ。もう怖い。もう嫌。もう嫌だ。これはベッカムでいいかな。ベッカム。ベッカムでいいよね。シュートレンジ取っとこうか。スピード1上げとこう。
では、ベッカム、何くれる？パソコン、ナイスです、ありがとうございます。で、これはシングルなんで行きません、行きません、行かなくていいので、これはデート行こう。はい、スズメちゃん、最後のデート。おーっと、最後じゃなかった。で、これは遊園地で、ジェットコースター乗っていきましょう。はい、筋力、精神、ナイスです。で、最後試合ですね。このセクションの最後、試合行っておきましょう。いやー、長かったなー、長かったなーって言ったけど、蔵つきがまだ成功してないんですけども、長かったなー。これでやっと終われるのかな、やっと寝れるのかな。もう動画撮り始めて、もう下手したら8時間ぐらい経ってるからな。お願いします、行きましょう。はい、終わりました、問題なく終わりました。さあさあ、仕上げしていきましょう。はい、で、とりあえず経験点3749、問題ないでしょう。うん、で、実績もこれえぐいほど稼げてるはずなんで、はいはいはい、14202、もうこれで大丈夫ですね。実績の方はそんな無茶はしません。もうオフェンスは上げれるんで上げましょう。30上げましょう。で、ディフェンスは上げません。で、スピード10上げましょう。で、技術はまあ400ぐらいでいいかな。1400で、2タック1回休まない、コーチ1回いこうかな。はい、ではこれでいきます、いきましょう。うん、最後デートできなかったかな、それがちょっと痛いですね。セイカ TV、 はい、で、タックは来ないので、コーチ1回行くんだっけ、行くので、これはコーチ行きましょう。はい、で、コーチ何もらう、トラップでいいか、トラップ行きましょう、トラップ。はいはい、で、これは体力回復しとこうかな。アイテムまだあるのか。はい、ダブルいきます。はい、これでダブルも OK ですね。あとは技術しっかりともらっていきましょう。で、ベッカムいいですね。で、あとはみすずちゃん、本当に成功してね、お願いします。で、あと、うん、これはデート行きます。デート行きまーす。で、オフェンス振っちゃいまーす。で、スピードも振っちゃいまーす。で、オフェンスも B にしちゃいまーす。はい、デート行きまーす。スズメちゃん、いいですね。あとは本当にみすずちゃん、お願いします。成功してね。で、シングルか、シングルか、チームプレイ、チームプレイまだ取れてないんだよな。ワンチャン狙うのありだな、狙おうかな、迷いますね。技術も取っとかないといけないんだけど、まあこれはオートちゃん行きましょう。チームプレイください。精神か、残念。で、クラツキ、何欲しい？うん、フリーキック司令塔って今どんな感じだっけ。フリーキックない、司令塔ない。ではどちらかください、お願いします。さあ来い、トラップ、残念です。で、クラツキ、最後のイベントが来てくれないぞ。さあどうなんだ。で、これはアイテム使っておきましょう。で、監督のとこ行こう。はい、監督来てください。ナイスです、ありがとうございます。成功しろ、やっと成功した、ありがとうございます。やっとだ、これで終われる。もう実績も確実に足りましたね。では、これメンタル行ってきます。はい、監督ありがとうございます。はい、ですね。で、これもメンタルいこうかな。うん、もうあとはウィンニングランなんでいいですね。メンタルいきまーす。これで終わりです。
で、しっかり前半後半行きましょう。でスピードは触れないのでこのまま置いといて、オフェンスフロー、オフェンス振っちゃいます。でメンタルもスタミナも振っちゃいます。スピードはこの後敏捷稼げたらワンチャンいけるけど、パワーはこのままかな。はい、しょうがない、いきまーす。はい、終わりました。問題なく終わりました。さあさあさあやっていきましょう。最後の締めですね。もうこれで大丈夫なはず。爆弾直そうかなっていうレベルなんでね。はい、3万2000ぐらい実績いってますね。はいはい、ありがとうございます。で、グラつきいいね。こうか、グラつき、グラつき行くのはある。スピードまあ後で振ればいいか、1ぐらいね。はい、グラつき行きましょう。司令塔ナイスです。でこれどうしよっかな。直す、ワンチャン直すのありやね。はい、直そっか。もうだっていい練習ないし、いい練習ないし、直そう。はい、直ってください。はい、爆弾が1個取れた。2個とも取れてくれたらいいのにな。はい、ではこれ全て振っていきまーす。あれ、キラパスってこう取れたっけ。ビハインドも正直いらないけどな。まあここら辺のコツもいらないんですけど。で前回ね、俺これ取っちゃったんですよね。これ取ってナンバー10消えるっていう。まあその時はクロスマシーンとかのやつだったかな。まあこれは絶対取りません。パス重視でいきます。で意外性ロングスロー取りたいけど、なんか外す？まあキープくれるからな。キープくれるからな。いいや、これでいきます。はい、行きましょう。いいよね。はい、行きまーす。このまま特訓を行う。はい。スルーパス取れてなかった気がする。スルーパス取れてなかった気がする。取れてないのか。アシストも取れてないか。まあいいや。はい。では、ムックン行こうか。あ、ベッカム行こう。このコーチなんかコツくれたはず。はい、スルーパスありがとうございます。いいですね。で、ベッカム。アシストか、クロスか、パス感か、ハードワークか、キャプテンシー。ベッカム行こう。何くれる？はい、パス感。5で取れちゃう。はい、アイテム使ってきまーす。で、はい、渡来。いらないね。渡来。司令塔。持ってるからな。正直、ポイントが欲しい。ポイント。技術ポイントが欲しいね。ちょっと取れるかどうか。やーべ、これ技術足らないんじゃない？ちょっと危ない気がする。危ない、てか危ない、技術が危ない。これはもうテクニックタックしかないな。はい、ではとりあえず取っとこうか。スルーパスはやめとこう。スルーパスはやめとく。ラストパスもやめといて、まあ、シルキーとか、まあ、維新伝心は置いとこうかな。はい、まあこれでいこうか。展開力と、はい、これでとりあえずいって、ポイントください。ポイント44。ナイス、ありがとうございます。でこれでしっかり前半後半いきましょう。意外と技術が足らないかもしれないっていう、ちょっと怖い状況にありますが、やっていきます。はい、終わりました。さあラスト行きましょう。技術足りてんのかな。試合経験点意外と積んでるからね、足りるはずなんだ。はい、でキラーパス、マエストロ、
で、ラストパス、マジックパスの殿下の方と維新伝心足りそうだな。まあでも一応技術テクニック練習いっておきましょう。はい、では最後試合やっていきまーす。で、精神あふれないよね。はい、行きまーす。はい、終わりました。さあラスト振っていきたいと思います。ジブリーかー、ちょっと足らなかったみたいだね。はい、これは確実にもらってますね。では経験点足りてるかな。総経験点はいくらぐらい。7,800、まあまあまあ、テクニックが貯めてこれだけ出たらいいね。でマジックパスで、殿下のこと維新伝心で、司令塔クロスは取れないね。まあいいです。大一番で、あと何取ろうかな。あと何取ろう、何取ろう。トラップ20丸、空中戦とかもこの辺は適当に取っといて、ビハインドでしょ。フィジカル、うん、何がいいんだろう。あとなんだろうな。まあこの辺で守備から盛り上げていってもらいましょうか。うん、まあこんなもんでいいんじゃないかな。はい、こんなもんでいいかな。いいかな。マッチアップやめる。マッチアップやめて、マーク外しもありかな。で、途中出場は振りません。空中戦に、まあこんなもんでいいでしょう。はい、では自分が考えるパスは終了です。で、容姿は何でいこう。ベッカムでいいかな。ベッカム、あれ、ベッカムいなかったっけ。はい、ベッカム。はい、ではこれで終わりたいと思います。ランク的には SSS いったかなってぐらいですね。いってますね。はい、で、一応こんな感じで精密機械、キラーパス、マエストロ、シルキーパス、ラストパス、マジックパスで、殿下の宝刀、維新伝心、そしてナンバー10、しっかりと取りました、これは。で、パス重視取れております。はい。で、テクニック100とオフェンス100ですね。うん。まあ、これでいいでしょう。もう、取りたくない。もう、やり直ししたくないんで、これで終わりたいと思います。はい。では、本日はこれで終わらせていただきます。おやすみなさい。